どうもこんばんは。こんばんは。今日はね、はい、石油ストーブで、うんうん、当たり目を当たり目を焼いてみたいと思います。はい。噛むほどに広がるイカの波をさらに味わいたいと思います。イカ好きだからね、うん、やっぱ好きな食べ物イカですからプロフィールに書いてあるもん、うん、やっぱりこの熱をね無駄なく使いたいかな。今日あったかいんですとか今日はあったかくもないでしょ。あったかいけどやりたいんだよね。やりたいね。いや、このハイボール飲みたいのよ、うん、で寒いじゃんハイボール飲むと、うん、でもこの熱いストーブの前だとちょうどいいっていう、うん、なるほど。そういう感じ。はい、行ってみますね。はい。うわぁ、何今のうわぁは何だと。すごい、あ、イカ臭が。あ、イカ臭に、イカ臭に、確かに、イカ臭が。イカ臭がすごいでしょ。ちょっと2本だけ。はい。まあ、しばしご歓談を。これ当たり目は何で食べる派？あー、マヨネーズ。マヨ七味？七味がいいけど七味ないな。あ、七味ね、買わないとね。ちなみにこのハイボールは氷は水道水です。ね。ね、うん、長野を引っ越してきて氷買わなくなったね。いや、水がうまい。うん。本当に。でもね、これは長野に住んでたじゃん。うん、ずっと。うん、で、大学の時に、うん、大学入る時に上京したけど。うん、水がさ、うん、味が違くてびっくりしたんだよ、ほんと。住んでるとでもそれ慣れてくるから、うん、なんか忘れてたけど、うん、戻ってきたら本当に味違うなって思ったね。いや、もう実家に正月とか帰るじゃん、うん、歯磨きしてる時とかに、うん、うがいする時に、うん、あっって思ったよ。そうなんだ、うん、もう洗面所のお水が美味しいってそうなんだ。そうですか、うん。いや、ほんとね、美味しいよね、水はね。当たり目さ、うん、もう焼いてあんだよね。焼いてあんだ、干してるだけじゃないの。いや、あ、スルメの強火で香ばしく焼き上げる。あ、焼いてんだ、ね、うん、うん、だ、二度焼き、温めてる感じ、うん、うん、かな。なるほど。熱っ、すごい熱。いや、本当にあったかいよね、うん、このタイプの石油ストーブ、うん、一番あったかいね、筒型のやつ。地味な絵だな。地味すぎるでしょ、うん、みんなストーブで何焼くんだろうね。お餅でしょ。うん、じゃあ実家は餅とか、うん、鍋、うん、のなんか下ごしらえとかしたりとか、うん、ことこと。あ、そうそう、ビーフシチュー。あ、ビーフシチューじゃないか、なんだろう、大根とかか、大根とか煮てたりとか。あのさ、うん、長方形のさ、前にしか出ないさ、うんうんうん、石油ストーブ。石油ストーブはさ、ちょっとずらすとさ、うん、石油入れる蓋のところになるからさ、うんうんうん、そうそう、少し弱火にできんじゃん。そう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 、これ絶対できないよね。できない。遠く離すしかないね、うん、縦に。なんかあるんだよ、その上に置けるごとくみたいのあるんだよね、うん、それ買おうかな。そうそう、お湯がね、夜間チンチンに沸いたらさ、うん、あ、チンチンって言っちゃった、名古屋弁が出ちゃった。これ食べてみる。うん、ちょっと待って、熱いと思うんだけど。絶対熱いね。あっかい。カリカリじゃん。カリカリな音がする。うまっ。お皿持ってきた方がいいじゃん。やけどしちゃうの。うまっ。うまい。うん、あ、どうもどうも、ありがとう。うん、これはうまいわ。あ、これうまいわ。固くて噛めないんだけど。カリッカリ、コリッコリしてる。めっちゃ熱い。
猫舌だからね。猫舌だし、うん、噛めないし、うん、向かないか、当たり目先イカぐらいに強かった。うん、ソフト先イカのがいい。のしイカ、のしイカ的な。うん、美味しいけど、うん、香ばしくなる。うん、缶詰をさ、直火にかけるのって良くないのかな。ああ。時々キャンプ動画とかでさ、うん、焼き鳥の缶詰をそのまんまさ、うん、直火でさやってるよ、ね、やってる人いるけどさ、うん、良くない的な見たことあるんだけどさ。そうなんだ。うん、あれ燃えちゃうからってこと。いや、なんか有害物質が出る的な。あ、そうなの。分からんけどね。うん、昔さ、うん、コーラとか炭酸水も炭酸系のやつもさ、うん、アルミの缶にずっと入れとくと悪いとかっつって。ああ、そうそうそう。飲んだらコップに移さなきゃダメなっつって。そう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 。取っとくときは。ね、冷蔵庫に缶のまま入れとくとさ、良くないって言うよね。うん、缶詰とかも、うん。そういうことかな。うん。あ、なんかもっと焼きたいな。焼きたい欲出てきちゃった。焼きたい欲出てくるな。うん。なんかないかな。本当五徳を買えばいいかもね。うん、なんかね、キャンプ用の五徳が売ってんだよ、うん、キャプテンスタックかなんかので、それが豊臣のにぴったり合うんだって、うん、エリンギ1個焼いてみていい？いいよ、今日安かったから2パック買ってきたの。ちっちゃいの1個焼いてみていい？冷凍しようと思って2パック買ってきた。なんかちょっとキャンプ気分になっちゃってる人がいるんですけど一人家の中で。あ、缶詰湯煎すんのがいいんだって。やっぱ直火危ないらしい、うん、よいしょ。じゃあ入れます。よいしょ。イカいる？でもいいや、イカ一丁、うん、お食べください。あ、すごい屋台の味する。屋台でなんかイカ焼きとかあるじゃん、うん、あの味がする。マジよかったね。うん、あって本物。それだったらさ、うん、当たり目じゃなくて本当のイカ焼いた方がいいんじゃない。そうだね、うん、今度からそうするわ、うん、あ、これいいね。うん、あのこういう居酒屋いいね。居酒屋開く、うん、こうやってさ好きな野菜とかさ勝手に焼いてさ、うん、確かにね、お酒飲んで、うんうん、楽しいな、うん、あの今度弟遊び来た時さ、うん、やろっかこれ。でクリスマスこれで、クリスマス、うん、クリスマス会これ居酒屋買ってきたさ、うん、チキンとかさ、うん、二度焼きしてストーブの上で、うん、クリスマス寒そうだからね。うん、いや、なんかさ、こういうのさ、うん、ここで料理しようと思うと大変じゃん、うん、ただ、なんか買ってきた唐揚げとかをさ、うん、ちょっとここに置いといてさ、コロコロって転がしてさ、うん、温めてさ食べる分には美味しくていいんじゃない。確かに。これもさ、生のイカだったらさ、味付けしたりさ、うん、大変じゃん、うん、だからボイルのイカがいいよ、うん、もうなんかすでにできてんのを温める、うん、温める、うんうん、焼き鳥とかね、ん、焼き鳥とかね、すで、うん、にね温めたら美味しいんだ、味がついてるのとかね、うん、ほら見てよ、もうエリンギがさ、うん、エリンギ、エリンギのさ、うん、エリンギピントが合わない、エリンギのこの焼き具合、うん、あ、湯気が出てる、うん、これでいつも魚焼いてんだよね、これに入れて、うん、そう、魚とトマトとチーズとかさ、そうそうそう、うち あのトマトがあんまりみんな好きじゃないから、うん、生の、だからトマトを買ってきたら焼いて、うん、ここに輪切りにして、うん、チーズ乗っけて、うん、焼いて食べるんだよね、そうそうそう、うん、それに使ってるやつ、うん、活用できたね、うん、ちょうどいいじゃん、うん、お餅焼きたいな、うん、
汁が超出る。ルーシーが。これ息子超喜ぶよ。エリンギ大好きだから。うん、ほんといい。これは、すごいあったかい、うん。あのストーブは。こんな感じで焼けました。美味しそう。いい感じだよね。うん、じゃあ、実食してみようか。うん、だし醤油。絶対熱いね。湯気がめっちゃ出てる。いただきます。はい、うまい。菜箸で食べてめっちゃうまい。うん、よかった。バター醤油でもいいね。うん、おうちキャンプできるわ。おうちキャンプできる、うん、いや本当はさ、土間のある家が良かったね。まあ、寒いか、土間。これいいね。うん、美味しい。まだ焼けるね、これだったら、うん、チーズとか焼きたい。あ、いいね。うん、ということで、はい、暑くなってきたんで、はい、今日この辺でこれだけ、今日今日はあの焼くだけです。焼くだけ。まあ、そういう感じで、はい、豊臣の、なんだろう、これは石油ストーブ、うん、ビルケンシュトックの中敷きの次に今年買ってよかったものベストバイ2 、ね、うん、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、次回もぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。